久保さん、こんばんは。140話ですね。気になる男、140話です。今回は、全然関係ないんですけど、全然関係ないというか、何にしようかなと思ってて、ちょっとふと思いついたところがあったんで、このテーマ、YouTube 1年間続けれますかっていう、唐突にちょっと思いついたテーマでいこうかなと思うんですけど、YouTube 活動を1年間続けていくことというところで、これはその久保さんの、速稼塾ですね。速稼塾のポータルサイトちょっと眺めてて、やっぱり思ったのが、1年間続けれる人って少ないのかなと思ったりしたんですよね。単純に、単純にですけどね。もちろん1年以上続いてる人もいるとは思うんですけど、なんとなくそんな気がふとして、この日常の中に YouTube を浸透させていく、始まりは始まると思うんですよ。で、やっていって YouTube が撮れるようになる。でも、いずれ YouTube が撮れるようになったら、いずれやめてしまうと。スキルは覚えましたよと。やり方も覚えました。でも、やめてしまうと。ここに少し気になるというか、気になる男なんでね、気になるところがあったんで、今回撮ってるんですけど、その副業、お金を稼ぎたいから YouTube 皆さん始めるのかなと、始めるきっかけの動機ですね。で、そこに対して、副業っていう言い方で始めるとは思うんですよ、皆さん。もちろん本業があるから。で、本業があります。そのサブ的な要素で YouTube スタートしますと。で、自分ももちろんそうだったんですよね。本業が当然ありましたんで、じゃあ、YouTube ちょっとやってみようみたいな感じで始めたんですけど、自分はその、器用じゃなかったというか、いきなり自分の話に今度なるんですけど、今撮り始めました。で、ある程度撮れるようになった時に、この分岐点が来たんですよ。会社と YouTube 天秤にかけなきゃいけないと。要は撮れるようになったからこそ、会社の活動と YouTube の活動、どっちを優先するのかというか、初めは YouTube ね、撮るのに必死だったんであまり考えないんですけど、撮れるようになったら次何撮ろうかとか、あれこれ撮ろうかとか、いろいろ YouTube を撮ってない時間の時に、YouTube の思考ですかね、次は何をしようかっていう思考がどん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 入ってきて、多分できる人はできるんですけど、会社の仕事の時は会社の思考を全部入れると、それ以外の時は YouTube に振り切るみたいな、メリハリみたいなのができる人はできるんでしょうけど、ちょっと自分はできなかったんですよね。会社仕事してる、要は本業 IT エンジニアをやってる時に、もう YouTube 何しようかな、次何しようかなみたいな、ずっと考えてたんで、飛んじゃうんですよね、要は 本業が。で、これダメだなと。ダメだなと思って YouTube 撮ったんですよ。できねえな本業がと思って。基本本業ってどちらかというとルーティン作業になると思うんですよ。普通の仕事上で言うと、大体、自分は15年ぐらい、15年目だったんで、普通にやってれば普通にできたんですけど、
なんかその普通にできるから、普通にできてたからこそ、まあ、ちょっと飽きてた頃だったんですけど、その YouTube 次これ何しようかな、あれしようかなみたいなこと考えたら、すぐ本業の時間が飛んでしまって、まあ、パフォーマンスが悪くなったんですよね。でそう考えてたらやっぱり これだったんですね。まあ、こっちの方がっていうのは YouTube のことなんですけど、 YouTube の方がこれ人生において熱中できるだろうと、まあ、熱中してたわけですよね。 YouTube を始めて、まあ、その分岐点に立ったっていうことなんで、で、まあ、自分が必死になれるものを見つけたわけですよね。見つけた、お金を稼ぐっていうところで始めたんだけども、なんかそれ以上に何かこう大事なものを見つけた気がして、で会社と、まあ、同時並行やってたらどっちつかずになっちゃったんですよね。結局これがそのなんだ、肉体労働とか使ってたら、肉体労働だけでよかったなら、そのなんか体を使ってる時は分かんないとか、ね、手を動かすのと体を動かすって別だったらよかったんですけど、例えばその家事とかだったら家事しながらその頭は YouTube のこと考えるみたいな、まあ、それはうまくはまったんですけど、どっちも知的労働してたらなんかなんかうまく何考えてても YouTube のこと考えたりして、なんかこう思考がこう分断されるっていうか、どっちつかずになったんですよね。うん。そしたらもう、結局 YouTube を撮ったんですよね。撮って、YouTube ばっかりやってたら、もう1年経ったっていうか、もう YouTube しかすることなくなったっていう、単純に会社をなくしたんで、うん、会社の方もどっちつかずになっちゃったんで、どっち撮るのっつって、じゃあもう YouTube 撮ろうっつって、YouTube 一本、にしてそれでやり続けたって、まあ、YouTube を今度やめたら何するのって話になるんで、 YouTube しかなくなったんですけど、でちょっと今これ振り返ってたら、もうその人生において何を頑張るかっていうところになったのかなと思って、そのやっぱりその本業だけやってた時っていうのは、その頑張れるものっていうのがなかったわけですよね。もちろん初めは仕事慣れの必死だったし、うん、本当にいろんなこと勉強していかないといけないしっていうところはあったんですけど、徐々に徐々にやっぱ慣れてきたというか、まあ、10年以上やっていくと少し慣れてきたなと、うん、いうところにこう、まあ、張りがなくなったっていうところなんでしょうね。もう多分本業がまだ慣れてない時って、もう本業を慣れるために必死だったんで、他のこと何も考えれなかったってところもあったんですけど、で、頑張れることに対して、まあ、命を削れるかっていう、なんかこうじりじり焦がれるというか、まあ、ここですね、まあ、命を削りながらの必死さは、まあ、生をリアルに感じれるっていうところなんですけど、これ本業もそうだったんですよね。うまくできなかった時は本当にもう会社に行くのが辛くて、うん、どうしようもなかったんですけど、まあ、その中でこう生きる何かを見つけるっていうか、うん、どうやったらうまく、なんでうまくいかないんだろうっていうところをまあ考えても、ちょっとうまくできなかったんでやるしかなかったんですけど、でやって経験を積んでっていう繰り返しだったんだけど、ですけど、やっぱそれって必死だったんですよね。まあ、命を削りながらというか、うまくいかないんで、まあ、怒られるし、でもそこになんか人生の醍醐味っていうか充実感が詰まっていた気がしていて、何でもこの満たされている人生に対して渇望する気持ちっていうところをこう持ち続けるものに対してこうベットしていくというか、やっていくために、その、まあ、今を生きるみたいな感じ
がこれが最後のスライドなんですけど、なんか今ふとそう思ったんですよね。なんかこう人生に対して何をこう頑張れるものですよね。頑張れるものって何があるのかみたいなところの問いかけかなと思って、だから今この気になる男シリーズって今頑張って撮ってるんですけど、なんかむちゃ頑張ってるんですよね自分。それはその頑張ってるアピールとかなんかそういうんじゃなくて、こう必死にこうやってる自分が今いて、まあ、そこに対して非常に意味があることをやってるなと思ってるんですよ。それがまたこれが慣れてきたらどうなんだろうって思うんですけど、そのこのギリギリの今、まあ、極限みたいな感じでやってるんですけど、まあ、そこになんか一つのこの一生のリアルというか生きてるリアルというか何かをこう感じれるとこに何かが感じれるっていう、ところがあるかなっていうところがありますね。もうここからはもうスライド作れなかったんでな、うまく言えなかったんですけど、はい。ということで、この、まあ、YouTube1 年間続けられますかっていう、まあ、1年間っていう意味よりも、その一瞬一瞬のこの思いというか、そのきらめき、一瞬にかける思いっていうところを刻んでいく。まあ、これがなんか生きる秘訣というか続く秘訣なのかなと思ったんですよね。本気になってやっていく、まあ、これかなと思いました。はい。ということで、本気になってますかみたいなね、いうところなんか急に思い立って、そんな気がしましたね。なんか昨日もナミさんと対談形式になったんですけどね、結局そのお話ししてて、で昨日ナミさんが言ってたのは、もうここから全然ちょっとスライド作れてなくてあれなんですけど、あの手この手いかなる手を使ってその YouTube を使ってやっていって、まあ、成功を勝ち取る、まあ、成功っていうか、まあ、何かねこう一つの結果を出すっていうことをやっていたみたいな話が出て、諦めなかったっていうか、その芽が出るまでありとあらゆる手を尽くしたみたいな話があったんですけど、ああすごくいい話聞いたなと思って、なんかそういうことに対してがむしゃらに頑張っていくこと、やっぱりこれがなんかすごく人生のうち大事なのかなって思いましたね。はい。ということで第140話、まあ、140話まで行って、まあ、自分はもうここからは完全に未知数な動画のリレーになっていってるんですけど、まあ、そこに対して1話1話重ねていく、積み重ねていく、まあ、これしかないのかなと感じながら今回撮らせていただきました。気になる男140話、あ、こんな感じで終わろうと思います。ありがとうございました。そして久保さん、また141話よろしくお願いいたします。